時は2007年10月、キス FM 神戸におきまして、ほんぎゃーっと元気な産声を上げましたのが、バンディーズ What's Going On。サウンドクルーを務めますのはバンディー石田。いろんなところに取材に行き、多くの人々の声を取ってくる。そして2020年10月、いよいよ14年目に入ったこの番組。さあ、この先一体どうなるのか。この続きはこの番組で。KISS FM がお送りしているバンディーズ What's Going On。 今日はですね、7周年を迎えた神戸のライブハウストラブルメーカーに、横浜銀馬翔さん来てるんでね、ちょっと会いに行ってみましょう。はい、じゃあ翔さんが、トラブルメーカーでサインしまーす。7周年すごい歴史ですね。おめでとうございます。イエイ。ソーシャルディスタンスを保ちながら KISS FM バンディーズ What's Going On。 今日はですね、神戸の長田にあります7周年を迎えたライブハウストラブルメーカーに来ております。そして特別ゲストは横浜銀馬翔さんです。どうも、横浜銀馬翔です。歌と LH の翔です。よろしく。はい、ということでね、翔さん、このトラブルメーカー、これロックンロールの文化を、そうですね、神戸でずっと守ってきて、これ7年、ね、これ今まで大変ですよね。いや、今のね、この状況でなおかつまだ頑張ってるっていうね。はい、でも、ここにはね、遊びに来てライブやったこともあるんですけど、はい、やっぱ7周年記念ということでね、はい、こんな時だからこそ感染予防防止予防、感染防止予防、はい、ちゃんとできてたら、はい、ライブやりたいなと思って、それを全部作り上げてくれたんでね、はい、今回それで。これね、はい、僕ね、ちょっとこの秋からライブってちょっと動いたでしょ、はいはい、いろいろやっぱ取材行きました。皆さんもやっぱり頑張り努力してますけど、今日ほど厳重な、ね、すごいマスクしてフェイスシールドしてるからみんなね、ねえ、はい、で声を上げないでしょ。うん、どうしようかなと思ってあ、でも心の中でわっと叫んでね。そうです、そうです、はい、まあ、今はそういう楽しみ方なのかなと思うよね、はい、ライブの、うん、はい、で翔さん、はい、やっぱ今年翔さんももう本当に大ブレイク、はい、予定していました。予定したよね、うん、はい、ね、だけど、まあ、そこでこう、なんだろう、暗くなってもしょうがないし、はい、俺たちの、なんだろう、ミュージシャンのできることっていうのはさ、はい、基本に戻ったらね、はい、いい曲作って、はい、まあ、レコーディングして、はい、でそれをみんなに聞かせながらライブに回るっていうことの繰り返しなわけよ、はい、横浜銀馬40年前にデビューした時も、はい、レコードを作って、そのレコードを持って全国回って、はい、いい歌だったら売れるし、はい、いい歌じゃなきゃそこそこで終わって、また、はい、またレコードを作って、はい、またライブやるっていうことの繰り返し、これがロックンローラー、職業ロックンローラーのある、まあね、通常の生き方なんで、はい、まあ、それをただちゃんとしっかりやるしか今ないかな、はい、ただそのライブができないから今 CD 作ることばっかでやってるけど、はい、今もね、レコーディングしてますんで、はい、またね、新しいロックンロールをメンバーとね、いろいろこうセッションしながら作ってるんで、はい、それもね、来年発売になると思うんでね、はい、楽しみに待ってもらって、そう、アルバム2、3枚分のやつでいかなきゃなんないからね、はい、いや、だってね、今ね、うん、逆に言えばね、まあ、翔さんの曲作りする時間がそうそう、たくさんあるってこと、そう、だ想像力が、イマジネーションが、そうなんだけど、俺の場合はやっぱね、恋をしないと呼吸が楽なんだよ恋をするにはさ、はい、やっぱり夜の街に出かけたりとかね、はい、湘南流して、ね、姉ちゃん引っ掛けたりとかしないと、はい、できないのよ、はい、だからね、ちょっとスランプ俺、あ、そうなんですでもね、今日ね、実は僕ね、もう今年は翔さんとね、うん、例えば取材してもやっぱりもうリモートかなと思ってたけど、そうだね、あえてで、うん、感じるのはやっぱこう感じるのはエネルギー、うん、あ、ありがとう、だから免疫力の、そうだね、力、うん、すんごい、なんか生命力、いやいや、っていうかね、本当にね、はい、自粛してるから俺、はい、もう本当にいい子だよ、はい、マジで全然飲み行かないし、あ、そうなんですか、全然女に電話しないし、あ、そうなんですか、もうきっちりもうどっか行ったらピッてピッて返してね、あ、本当ですか、そうそう、で、まあ、家でね、曲作ったりとかね、あと料理に凝ったりね、はい、うん、ね、おっしゃってましたもんね、そうそうそう、料理ですよ、横浜銀馬翔さんが料理ですよ、あとね、はい、最近ね、車買ってね、はい、自分でね、オールペンしたり、はい、昔ね、はい、10代の頃とか車見ない自家取っててさ、はい、自分でオールペンとかしてたのよ、はい、それなんか急に思い出しちゃって、はい、この間1台ね、車でオールペンしたんで、マットブラック、楽しいよ、缶スプレーみたいなやつでさ、そうそう、開けて塗ったりとかね、アーティストですね、トータルな、
アーティストでね、僕ねちょっとこのビデオにもちょっと残してほしい言葉が一つ、はい、あのさっきラジオのインタビューしたんですけど、はい、ありました、まあ、前もちょっと聞いてて、まあ、これいい言葉だなと思ったんですけど、はい、突っ張るとは、はい、突っ張るとは今この時代で言ったらですね、はい、我慢することです、はい、ね、前に出るだけが突っ張りじゃないんでね、はい、やっぱそこをぐっとこらえて防御に回って、はい、生き抜くってことも一つの突っ張りのあり方だと思うんで、はい、今はね本当みんなが防御に回って、はい、しかるべき攻撃の時までやっぱブロックしていくっていうのかな、はい、あのそういう生き方でいいと思います、はいはい、じゃあもう一言、最後にファンの皆さんにお願いします、はい、愛してるぜ、はい、みんなと一緒にライブできる日を楽しみに楽曲作って、恋もせずに頑張ってます、はい、みんなもね笑顔で会える日を楽しみに、パリのパワーを持った翔さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう。